ご覧いただきありがとうございます。ラスタイルです。今回ご紹介させていただきますのはこちら、パラブーツ、ランス、ミンクファー、ビスレザー、ブラックカラーです。カジュアル革靴の定番であるパラブーツは、製造はもちろんソールの方も自社で研究開発する言わずと知れたメイドインフランスのブランドですね。登山靴にも見られる堅牢な作りとクッション性の高いソールから大変人気の高いパラブーツ、基本的にコンパクトに見えるローファーの中でこの厚みのあるソールだったり、こう取り巻くストームウェルトですね、そこを縫い付けるノルウィージャン製法をモカのところもかぶせ縫いがされているように、非常にボリューミーな一足です。こういう存在感のあるローファーのランスは稀有な存在だと思います。こちらのバンプを飾る動物の毛、リアルファーの衣装もパラブーツを代表する特徴的なデザインですね。こう遠目からでも一度見ると忘れられないような存在感があります。こちらはですね、ビジョンミンクファーが採用されたモデルです。同じく現行のラパンで知られるラビットファーと同様に、非常にボリューミーかつ秋冬の寒い季節に嬉しい温泉に優れています。では次に使用感に移らせていただきます。こちらの使用感は SA ランク相当となっております。右足からですね、本当に使用回数的には1回か2回くらいだと思います。ちょっと場所によってはブルームですね、ビスレザーの老成分とかが浮き出る白いモヤもかかっています。その当たる部分の毛抜けなども見受けられません。次、左足ですね、左足も非常に綺麗な状態です。それの汚れもないですね。その先ですね、ヒルの方もほとんど削れておりません。では次にサイズ感に移らせていただきます。こちらは表記の方がセブンハーフとなっております。オールデンバリーラストの方で US8D、エドワードグリーン202ラストの方で UK7.5E あたりを履いていただいている方におすすめのサイズ感となっております。その他サイズ感について不安やご質問等ございましたら、当店のオンラインショップまでお気軽にお問い合わせください。こちらはメンテナンス済みとなっておりますので、到着後すぐに履いていただけるような状態となっております。人気だったアザラシのホックファーのモデルもですね、国際的にアザラシの資格の流通が禁止されたために惜しまれながら廃盤となりました。他服飾ブランドもそうですが、今後リアルファー自体がですね、見直されていくと思いますので、パラブーツの方もフェイクファーに移行していくかと思います。フォックの時もですね、廃盤がささやかれてからはポツポツとどこからか少しだけの流通はあったんですけれども、やはりそのままサイズが欠けていき、最後には終了と、まあ、安定的にやはり今後もあるシリーズではないかなと思います。やっぱり履いてるとあったかいので、末端冷え性の自分も寒い時期とかは大変お世話になっているリアルファーシリーズ、雪の降りそうな日なんかももっぱらもうモデルをコロコロ変えながらも、週に半分以上はその毛の生えたパラブーツ履いてるんじゃないかなと思います。秋を前にしてですね、やはり当店でも探しにご来店いただくお客様は増えてきますので、ぜひサイズがあって興味がある方はお早めにご検討いただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。